韓国キックボクシング界ナンバーワンイン・ミョンジュ。対するは勝率 96% 男ネイサン・カーネッジ・コーベット。ヘビー級同士の対決は一方的な展開となった。さあ連打でコーベットが追い詰めていきます。左ヘッダー、右リバウンド、苦しい下手が応戦、リバウンド応戦します。一旦離れました。さあコーベット前に出てきて右ストレート、ストレート一発、このストレートでダウンを奪いました。イ・ミョンジュまた苦しい、コーベット前に出る、パンチと連打、パンチと連打だ。さああっとここでタオルが入りました。 KO 男コーベットまたしても KO 勝利を飾りました。